小林千秋のブルーモノローグ。皆さんこんばんは、小林千秋です。いや、治りました。ほぼ腰が、いや、ここ2週間ぐらいで、ぎっくり腰人生初やってしまいまして、もうそれはそれは辛い日々だったんですけど、本当初日とか2日目とかはほぼ歩けないぐらいの、歩けるけど本当歩くたびに痛みが伴って、本当腰曲げようもんなら終わるって思いながら生きてたんですけど、接骨院ももしかしたら本当初めてぐらいの勢いで行って、ちょっと本当固まった筋肉ちょっとずつほぐしてもらったりとか、テーピングぐるぐる巻いてもらったりとか、あとはその病院行って、鎮痛剤というか痛み止め飲んだりして、なんとかこう過ごして生きてこれたんですけど、なんかね、8月の頭に一回背中をつって、そん時の方がこう声を出す仕事で言うと辛かったんですよ。この声帯と背中がこう連動してるからっていうのもあると思うんですけど、直接めちゃくちゃ痛みが伴ってて、ぎっくり腰の時は仕事には影響なかったから、意外とこのぎっくり腰になっても声優の仕事はできるんだなって思いつつ、ほんでぎっくり腰になったのプラス、なんか台風がねちょこちょこ来たりとか、関東自体にはこう直接被害が少なかったりしたりもしたんですけど、それでもね、被害あった皆さんはね本当に大変だったと思いますけど、大丈夫でしたでしょうか。そんな感じで、その台風の影響とかもあって、ちょっと腰も辛いし、半日とか休みあっても家にいようかなと思って、久しぶりにね、その家でなんか過ごせる趣味というかなんかないかなと思って、こうパパパッとネットフリックスさ見てたら、地面師たちを発見しまして、なんか耳にはしてたんですよ。それこそ趣味でこう聞いてるラジオとかにもワード出てくるし、たまにそのワードだけは聞いてたけど、いかんせん地面師ってワードあんまり聞いたことなかったんで、何の話だろうってまず知らなかったんですけど、不動産詐欺をする人たちを地面師って呼ぶらしいですね。だから不動産詐欺を行う人たちの話をネットフリックスがオリジナルドラマ化したやつで、全7話ですか。もう面白すぎて一気に見ちゃったよ。もう腰の痛み忘れてたもんな地面師詐欺に僕も引っ掛けてるような、引っ掛かられてるような心情でこう熱入って見てたんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。今回のドラマはなんか実際にあったこう事件を元に作られてる話で、そこからプラスこうちょっとエンタメ性をね入れるために若干フィクションも入ってたりはしてたと思うんですけど、でも本当になんか地面師って一つ言っても、いろんなこうチームでこの役割があって、まずその契約者を騙すための俳優女優を見つけるためのキャスティング担当であったりとか、プラスその法律やっつってね、そのいろいろその不動産のプロと会話しなきゃいけないから、実際に資格持ってる人たちがでもお金一気に儲けるためにそういう詐欺に手を染めてて、実際に法律にすごい精通している法律や、そして交渉役みたいなとか、あとはリーダーがいたりとか、あとはその案件を引っ張ってくる人がいたりとか、いろんな人たちでこう成り立ってるんだなって、このなんか声優とか舞台とちょっと近いなみたいに勝手に僕は思っちゃったんですけど、一人一人この役割は違うけど、一人かけたら作れない作品みたいな感じで、僕目線でなんかこうすごくドラマチックにすごい見えたんですよね。精密にすごく練習していってミスできない本番をやるみたいな、すごい舞台とかアフレコみたいみたいに思って、僕的にはその目線ですごく楽しんだんですけど、ぜひ、台風このタイミングでまた来てるかもしれないですし、おうち時間過ごしてる方もいるかもしれないので、ぜひ地面師たち見てみてください、ピエール滝さんの、関西弁が癖になるかもしれない。もうええでしょうって言うね
あれめちゃくちゃおもろかったですね。ぜひ見てください。というわけで実況感想はハッシュタグブルログをつけてポストしてください。それでは小林由紀のブルーモノログ、最後までよろしくお願いします。小林千秋のブルーモノローグ。改めましてこんばんは、小林千秋です。というわけで9月に入りまして、ま、月見丸々とかいろいろそういったものが出てくる季節で、まあそういうの見るとねちょっと秋近づいてきたなみたいに思いますし、ハロウィンのねこう催しとかがスーパーだったり、まあ、街中だったりでこう広げられていくと、あなんかもうそんな時期か、なんならもう年末に近づいてるなぐらいのねこう勢いを感じることもありますけど、まあ、若干まだまだ気温的には30度超えたりして、まあ、僕も未だにハーフパンツ履いてるんで、僕がこのラジオ何回目までハーフパンツ履いてたかっていうのはね、皆さんこれテストに出るんで覚えておいていただければなと思います。なんかやったよね、でも、まあ、今回梅原さんが今年来てくれたけど、その前とかにブルログクイズみたいな、これな何回からこの今ね毎週このシャープ150何とか僕がこう書いてやってるけど、あれはシャープ何話からこの掲げ出したでしょうみたいなクイズとか、ブルログクイズやってたじゃないですか。マジでハーフパンツ今年あるかもしれないんで皆さん要チェックや、はい、まあ、スラムダンクがね最近また再映されてたっていうところも含めて、じゃあ こちらがですねメール読んでいきたいんですが、その前にちょっとお手紙が届いていたのでこれ読んでいきたいと思います。ラジオネームゆめからいただきました、ありがとうございます。はじめまして。あ、はじめまして。ラジオにお便りを送るのが初めてなのですごく緊張しています。ブルログ毎週楽しく拝聴しております。私事ではございますが、先日就職活動を終えることができました。おめでとうございます。だからもう大学4年生でいうとそんぐらいの時期かって思いますよね。エントリーシートを書くとき、面接会場までの道のりなど不安な時にずっとブルログで千秋くんの素敵なお声で元気をチャージしていました。ありがたいですね。周りが就職活動を終えていく中で不安に押しつぶされそうな時も本当に支えとなってくださったのがこの番組でした。スタッフの皆様含めブルログチームの皆様に感謝でいっぱいです。まだまだ、暑さは続きそうですのでお体には気をつけてください。私もあと半年ほどの大学生活をブルログと共に楽しく過ごしていきますと。鏡やんブルログリスナーのありがとうございます。わざわざねご報告ほうれん草していただいてね。いやでもブルログもだから気づけば150何ぼっかになってきたってわけで、153回か今回でだもう3年近くやってるってことは、だから大学入ってすぐぐらいに始まってもう4年生みたいな人もいるってことですからね、すごいことですよこれは。ブルログと共に大学生活を過ごし、成人式もの日もブルログと共に過ごし、就職最終面接まで行ってまたご縁があったらみたいなメール初めてもらった時もブルログと共に過ごし、そして受かった時もブルログと共に過ごし、やっぱ人生と共にブルログはあるってこの人も言ってくれてましたけど、ありがたい限りですね。こうやって広めてってください。もしねその1年目で新入社員としてスピーチする機会があったらぜひブルログのおかげで私はここにありますと言っててください。変な目で見られるかもしれませんがよろしくお願いしますいやありがたいですね。では続きまして、こちらがのぞみからいただきました、ありがとうございます。先日行われた花の井くんと恋の病発売記念イベントの一部に参加しました、ありがとうございます。今回は男子会ということで本当に行きたかったので当たった時めちゃくちゃ嬉しかったです。アニメの振り返りやイエスノーで答えるクイズコーナーと盛りだくさんで、私個人的に好きな4話の振り返りトークが聞けて男子会の雑談めちゃくちゃ面白かったです。また千秋くんの好きなものがうなじ、
そしてうなじフェチの方だったのは笑いましたが、その日私はポニテで、行ったので良かったですと、次は女性陣を交えてのイベントがあったら参加したいです。ありがとうございます。そうですね、花の井くんと恋の病という、まあ4月から放送されていた作品のあのブルーレイの発売記念イベント、まあリリーベですね、があったんですが、まあ今回は第1巻第2巻かというわけで、あの男子会、僕と木村良平さんと大阪亮太さんの3名であのイベントを一部二部と行わせていただいたんですけど、まあそうですね、本当だったら花澤香菜さんだったり久保ゆりかさんだったり他のメインキャストも一緒にいたらより盛り上がったところだとは思いますが、スケジュール合わず今回男子会という形にはなりましたが、まあ次やるときはこうしてね、みんなで坂本真綾さんとか他にも興津さんとかいろんなねキャストいるので、みんなでできるイベントがあったらいいなと思いつつ、まあすごくこの3人でも楽しいイベントだったんですけど、このイエスノーコーナーで僕は一部の時はこのなんかアキネーターってあるじゃないですか、ゲームで、それをリアルでやってみようみたいな。例えば僕がまあうなじっていう答えを持ってたとしたら、良平さんと大阪さんがまあイエスノーで答えられる質問を2分間の間に僕にしてもらって、まあ答えを当てていくみたいなコーナーがあったりとか、振り返りコーナーをやって、みんなどういう風に演じてたとかどういう風に思ってたとかみたいな話をして、割とねまあその小規模というか、まあ100人単位のイベントだったんですけど、あのその分すごく濃密で、短い時間ではあるんですけど、なんかそういう風にも感じられないぐらい、あのずっと喋りっぱなしの楽しい回だったので、ぜひまたそういう機会あったら来ていただけたらなと思います。ありがとうございます。あ、そうだ、でぎっくり腰をしたのがまさにこのイベントの当日だったのよ。このイベントよっしゃ行くぞって思って、朝靴を履こうと足をかがんだ瞬間にバキャって背中に稲妻が走り、あ終わったって言ったんですけど、でもまあ先輩2人もいるし、まあ一応主役というか準主役というかそういう立場なわけですから、もう行くしかねえって思って、でもなんかその時は実際にそのぎっくり腰っていうことは分かってなかったですし、まあとりあえず腰痛いなっていうので、まあ、なんとか行かなきゃいけないっていうアドレナリンも出てたんで、なんか知らんけどもう走って池袋まで行ったんですけど、終わった後にですねめちゃくちゃ激痛が襲ってきて、でその後病院行ったりして、改めて腰腰椎捻挫やっちゃってますって言われて、あやっぱぎっくり腰だったんだっていうのが分かってから、まあツイートさせていただいたりとかしたっていう経緯ではあるんですけど、もうだからなんかイベント中はこのアドレナリン出てるから普通に喋れてたんですけど、立ってさ最後にこう挨拶するじゃないですか、でじゃあ3名のこのキャストの皆さんに拍手をお願いしますみたいな、この MC の方が言っていて、ありがとうございましたみたいなこと時にみんなこう腰を折って謝罪じゃないお礼言うじゃないですか、こうペコッと全然下がんなくて、俺首だけくって下げてめちゃくちゃ態度悪いやつみたいな、もうめっちゃ尖ってるやんみたいな、東京リベンジャーズとかの作品ならまだしも、花の井くんっていうね少女漫画でなんであいつ尖ってんだってね、見えたら嫌だなと思いつつ腰曲げられないって思いながら、あの時にだからアドレナリン出てたけど改めて腰痛ってっていうのを実は思ってたっていうのね、裏話であります。そうね、それ以外にもまあ良平さんとか大阪さんとずっとその休憩中ゲームの話したりとかいろいろ楽しかったイベントなので、また来てくださいといったところで、今週ここまでとなります。皆さんたくさんのメールありがとうございました。小林千明のブルーモノローグ。ここからはこちらのコーナーをお届けします。これが私のオタク度。はい、こちらのコーナーは自分の中でのオタクあるある的な習性や座右の銘、さらにオタク界隈で耳にした名言を募集し、分かりみが深いのかを考えていくというコーナーです。それでは早速1通目、こちらぽよ丸からいただきました。ありがとうございます。
このコーナーが提案された時にカラオケのお箱18番ですねが例に出されていましたが、私はカラオケで必ず三拍子の曲を歌う、いわゆる三拍子オタクです。いわゆるじゃないのよ聞いたことねえわ。木村由美さんのいつも何度でも、千と千尋の神隠しの主題歌らしいです。やゆずさんの雨のち晴れるやなどはカラオケに行ったら必ず歌う三拍子の曲です。三拍子は日本人が心地よく感じるリズムらしいので、一緒にカラオケに行った人を知らず知らず気持ちよくさせられる効果もあるんですよ。千秋くんも今度カラオケに行った時はぜひ三拍子の曲を歌ってみてください。ちなみに千秋くんの好きな三拍子の曲は何ですか？ないですありがとうございます。おもろいな、何拍子とかであるんだね。リズムが取りやすいとかじゃなくて好みってことだもんね。そのゆっくりな曲の方がリズム取りやすいとか、逆にこのラップの方が取りやすいとか、それはあるから自分に向いてるから歌うっていうのは理解できるけど、三拍子が好きですっていうのはなかなかないですね。面白いですね。曲でねこういうまあ癖じゃないですけど、こればっかり聞くってあんまないんですよね僕。まあアーティストでもあんまこだわりないんですけど、このアーティストがずっと好きでずっと追ってますみたいなのもないから、こだわりはあんま曲にはないんですけど、まあ、こういう人もいるだろうなって思う。ありがとうございます。新しいフェチというか、うん、お箱の作り方、会えましたね。面白い。続きましてアリサからいただきました。私のオタク道は色違い厳選ガチ勢です。昔から気づけばポケモンのゲームをしていて、俗に言うダイパ世代なのですが、リメイクが出た時にせっかくなら色違いのディアルガが欲しいと深夜の1時から色違い厳選を始めました。せっかくだし何回目で出るか数えようと思い、ゲームをしながら回数を数えてを繰り返していました。もう YouTube とかねやった方がいいかもしれないですけどね。そして深夜3時過ぎ、ついにキラーンとディアルガが光りました。ゲットするのに少し苦戦しましたが、ハイパーボールで無事ゲットできました。その回数なんと287回。めちゃめちゃ運いいんじゃない？寝ずに何度もリセマラしてたので、とんでもない達成感で溢れました。大変だったけどやってよかったなとディアルガを見ながら思います。千秋くんもポケモンのゲームをプレイしていると思いますが、色違い厳選したことありますか？ありがとうございます。まあ色違い厳選はねガチでやってた頃はまあ多少やってましたけど、色違い厳選でもまあもう本当に止めどないので、このやっぱ心理学でもさ、1個のこのブランドで固めようと思ったら他もこの同じブランドに固めようみたいな欲求が溢れるっていう風に言いますけど、やっぱポケモンもやっぱ基本的には6体で戦うわけじゃないですか。でまあ通信対戦ないしオンラインマッチでも6体見せるわけで、やっぱ繰り出す1体2体だけが色違いだとなんかカッコつかないなと思っちゃって、じゃあ6体色違いにしようって最初思うんですよ。でそれ最初はいいんですけど、何十時間とかかければできるから。でも気づけばじゃあ次このポケモン使いたいから育てようと思った時に、まず育てるだけでもちょっと時間かかるのに、まず色違いを見つけた上で育てようってなるともう終わっちゃうわけですよね、時間がね。ガチな人はね、あの目覚めるパワーとかもね、まあ今ないんですけど、昔僕がやってた頃はさらに技をね、目覚めるパワーっていうのを厳選しなきゃいけないとかね、さらに苦行が、まあ、苦行じゃないな、それは楽しいからやってたんですけど、旗から見ると苦行に見えるっていうのをやってて、でも287回はだいぶラッキーな方だと思います。普通にやったら4000回とかザラにあるので、はい。まあ、とはいえ僕は今は厳選してないですね。時間がいくらあっても足りないので。では続きましてラーメンからいただきました。ありがとうございます。私の思うラジオにメールを送る系オタクのあるあるだと思うのですが、メールフォームがホームページにある番組ならそんなことはないのですが、ブルログもそうなんですが、メールにて送るタイプの番組でメールを何通か送った上でメールの採用がされていないとき、もしかしてアドレス間違えてる
と何度も確認してしまうことです。メールの採用に関してはタイミングだったりその番組の雰囲気だったりいろいろあると思うので数打ち当たるくらいの勢いで送るのですが、いつも何度もアドレスの綴り間違ってないかなと確認をしてしまいます。特に文化放送さんは JOQR という綴りがあるので Q をP と間違えてたりしてないかなって毎回不安になってしまいます。そんな不安は感じてしまいますが、これからも数打ち当たるの精神でたくさんメール送らせていただきます。ありがとうございます。実際ラーメン読まれました。ありがとうございます。いつも。なるほどね。まあ、僕はラジオ好きだけどあんまこのラジオ職人、あ、メール職人とかハガキ職人というかそう送るタイプの人間ではなかったので、あ、そうですね、この Q と P の違いとかあんまそこまで意識したことなかったですけど、これどうなんすかね、実際にこのブルログ聞いてる人たちの中にもまあハガキ職人ないし、まあ、ブルログだけでもブルログに毎回ね送ってくださってる方もいると思うんですけど、やってるんですかねとか送信見るとかね。なんか最近だと僕もそうなんですけど、このスマホで送信するじゃないですか。で送信するときにちょっとその添付ファイルが重たかったりすると送信に時間かかるじゃないですか。あの時ちょっと不安になりません？なくなった後とか、これちゃんと送信されてるみたいな、未送信とかこの受信メールであのエラーとかで戻ってきてないかなとか、こうそれは確認することあるので、ちょっとあるあるですね、思うかもしれないですね。これ皆さんちょっとハッシュタグブルログで共通するかどうかちょっと確認してみてください。ではもう一つ読んでいきましょう。ふちゃんからいただきました。ありがとうございます。今回はいろいろなオタクの皆さんに共感してもらえるであろう悲しきあるあるを共有します。悲しいの？それはオタクは荷物が重いです。推しのブロマイドやトレカだったりアクスタを持ち歩く分重くなってしまうのかなと思います。しかも1枚だけじゃなくて複数枚持ってったりそれぞれケースに入れていたりするので余計にかさばってしまいます。先日チェリマホのイベントに参加した際にこの話を友達としていたのですが、ちょうどその日荷物が重すぎたのかトートバッグの持ち手が切れてしまったのはさすがにショックでした。あら、かわいそうに。商業施設がすぐそこにあったのですぐに代わりのトートバッグを購入できました。会場の立地に感謝。ありがとうございます。赤羽で買ったんですかね。そうか、確かにこのオタ活ねしてる人、確かにこのブロマイドとかアクスタとか、まあ一種類で持ってってる人もいるかもしれないけど、人によっては本当ねコレクションファイルにこう入れたりみたいなあったもんね。僕もそのカードゲームとかハマってたところは、まあ、デッキ持ってくわけじゃないですか、その遊ぶ会場というかショップに。でもデッキって僕がやってたカードゲームはいろんなこのレギュレーションというかルールがあったんですよ。この2000年に発売したカードだけ使えますよみたいなやつとか、あとは2000年から2010年に発売したカードが使えますよみたいな、いろんなルールがあったわけで、で店に行ってその店で僕は結構現地集合みたいな感じで会ってたんですよ、当時友達というかそのカードゲーマーの友達と。ってなった時にその友達とかがいるのかどうかでその変わってくるわけですよ、遊べるゲームのルールが。だから僕は前もって3種類ぐらいデッキを持って行って、あ、じゃあ今日はその一緒にいつもやってる友達少ないからこの普段は遊んでない人とこっちのルールでやろうかなとか、その時はたまたま行ったら知り合いいっぱいいたから、じゃあいつもやってるルールでやろうかなみたいな風にやってたんですけど、やっぱその当時はカードゲームオタクだから、だからすごい荷物は重くなってたし、なんなら交換するようにね、ちょっとコレクション用にプラス余ってるカード持ってったりしてたりもすることあったから、荷物は重かったからちょっとその気持ちは分かりますね。まあなので推し活オタ活皆さんね、荷物重いと思いますが、それに伴いあの筋力増強、あの元気になっていくので結構ね健康でねこう体調崩しやすい時期なので、みんなオタ活して体力作ってください。オタ活すりゃジムいらねえんだからという僕の持論。体幹良くなってる。
足腰しっかりしていってね、ありがたいですそっちの方がね、健康にいいから。はい、といったところで、今回の紹介はここまでとなります。このコーナーではオタクとして心に刺さった言葉のほか、実はこんなジャンルのオタクですとか、こんなこだわりありますといったものなど何でも募集しています。あなたが邁進しているオタクへの道を教えてください。以上、これが私のオタク道でした。お送りしてきました小林千明のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先はblue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか、各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマでは宿泊にまつわる話を募集しています。YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しております。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので、何度でも楽しんじゃってください。その他の詳細は番組の公式 X でもお知らせしていますので、ぜひフォローと合わせてチェックお願いします。番組ハッシュタグはカタカナでブルログです。また番組新グッズのパスケースとチアゲアクリルキーホルダーが現在文化放送 A&G ショップで通販受付中ですので、ぜひご購入ください。最後に僕からのお知らせです。アニメポケットモンスターにグルーシャ役で、負けヒロインが多すぎるに綾野美月役で出演中です。そしてドラえもんの誕生日スペシャルにこちらテセウス役で出演させていただきますので、こちらもぜひ見ていただければなと思います。そしてもうこれ日付変わって今日ですかね、9月7日にですね、青の箱の先行上映イベントこちらございますので、ぜひもう来られるよという方は、楽しんでいってください。そして翌週15日にはですね、学習院大学でトークショーこちらさせていただきますので、こちらもよろしくお願いします。さらに週を明けると、21日22日に京マフで京都ですね行って、こちら2日間にわたってイベントさせていただきます。こちらまあ作品ごとにいろいろステージとか変わったりするので、まあ、ちょっとホームページ、京マフのホームページだったりツイッター確認していただいて、そちらでちょっと概要とかちょっとチェックしていただければなと思います。そしてさらに28日はフリーレン、早々のフリーレンの1周年イベントがございますので、9月はですねちょっとイベントが多いので、ぜひ皆さんね、まあ、お金とか移動とかいろいろ相談しつつ、体力とかに相談しつつ来れる限りで、まあ、全然来れなくても大丈夫ですので、楽しんでいっていただければなと。それこそね、自分のペースで推し活をね楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。というわけでね、今回は前回まで沖縄じゃない、奄美大島か出身の佐藤さんが来てくださってましたけど、今回 D 戻ってきました。お疲れ様でした。いやでもなんか2、3日で一応熱は戻ったって言ってたんですけど、まあ本当に体調不良ね、僕の周りも結構役者とかでも出たりとか、事務所でもそのスタッフさんが体調不良でとか多いので、皆さんもぜひね気をつけてください。僕はねやっぱりまあ基本的にこの徒歩で移動してる、まあ電車と徒歩で移動してるっていうのもあるし、あとはもうなんかもう栄養足りないなって思ったらもうビタミン剤もう死ぬほど飲んでるんで、多分それなんじゃないかなと僕未だに思ってるんですよね。だってそうじゃなかったら説明つかないもん、結構偏食だしラーメンばっかり食べてるし、まあ、なので皆さんもなんか自分、これは僕に当てはまってるこの健康になる秘訣かなって自分自身で思ってるルールなので、皆さん自身でこういう生活してた時なんか調子いいなとかね、なんかいろいろあると思うんで、ちょっと見つけてそれを送ってきてください、はい、ブルログ健康コーナー始まるかもしれませんね。では最後は今夜の挨拶でお別れです。ラジオネームみかみかからいただきました。それではまた来週お会いしましょう。小林千明でした。エアコンが全然効かないのも、夏休みの宿題が終わってないのも、全部夏のせいだ。Thank you.